清は、清、巡ある戦争を進め、クムルアセ国は清に味方した。クムルアセ国は、ハミ王国、ハミ海王国などとも呼ばれた、現在の中華人民共和国新教、ウイグル自治区最東部のクムルを中心に展開した、ウイグル人のアセ国である。クムルアセ国は、チャガ大半国が1347年に東西に分裂してできた。 モグーリスタン半国の末裔で1697年に清市へ長考を始めた。1884年には新京省に組み入れられたが反独立状態を保った。1911年に始まった中華民国政府になっても新京省政府主席の要増身が汗国へ友好的であったので同国の第9代君主マクス・ドシャーは新京政府へ長考した。 1920年代には日本の密定が新疆にも入り始め、汗国はウイグル人の国であったので、ウイグル全体が反乱する盾になっていたが、金樹人主席は1930年にクムルなど3地方を設立して、汗国を廃止した。これはクムル暴動を引き起こしたが、1934年までには鎮圧された。クムルアセ国の応募は、クムル市内に、 応募群として残されている。ありがとうございます。